今回は総力に特化した最強内野安打チームでやっていこうと思います。栄冠ない3年縛りの青木さん編で、青木さんを使ったところ、青木さんがバントで内野安打しまくって打率34試合ぐらいして5割超えたんですよね。なのでもう全員総力特化にしてバントしまくればクソ強いんじゃないかということを思ったんでやっていこうと思います。新入部員を紹介していこうと思います。全国から足の速い選手を集めました。ただ現時点では全員オール G ですね。桐生祥秀、ホーム突入を持ってます。タイソン・ゲイ、フルヒッターですね。顔が怖いですね。サニー・ブラウン・アブデル・ハキーム、盗塁 B ですが走塁 F、まあ、この辺は金得で消せるんでいいでしょう。ウサイン・ボルト、得のが無駄に多いんですよね。流し粘り内野安打もある、さよならとこ大変下級もある、内野安打もあるを最初から持ってるという感じですけど、まあこれはロケットスタートで消そうかなと思います。小林川瀬名、デビルバットゴースト覚えています。ベン・ジョンソン、盗塁 A ですね。ドーピングして走力を上げていきましょう。ケンブリッジ・アスカ、意外性カット打ち三振。8番柏倉、こいつはちょっと一般生徒ですね。ピッチャーなので基礎能力をオリジンにすることができませんでした。まあこの辺はちょっとね多めに見ていただいてという感じですね。全中1位ですね。そしてエスパーダ最速のゾマリルル、ちょっとゾマリルルはヘメロストニードといって少しばかりステップを加えて仕上げた擬似的な分身のようなものなんですけど、それがベンチにもねたくさんいます。これ全員分身ですね。セプティマエスパーダ、まあここから3年目の夏の大会に向けて走力だけを伸ばしていき、内野安打特化型の選手を育てていくという感じですね。どのような結果を残していくんでしょうか。そして今回も金徳をつけていこうと思います。このようにたくさん回るんですけど、この中から、まあ、走塁に関する金徳を皆につけていきます。まずはこれですね。電光石火、電光石火は盗塁 A の上位版で盗塁時の走力が大幅にアップします。そして相手投手のコントロールがマイナス10になって、相手投手の消費スタミナがプラス10されます。強いですね。そして次は高速ベースラン、これは走塁 A の上位版ですね。走塁時の走力が大幅にアップします。三塁到達時にヘッドスライディングをしないようになります。いいですね。安打製造機は今回つけずにいこうかなと思います。そして次は気迫ヘッド、ヘッドスライディングの上位版、アウトかセーフか微妙なタイミングの時各塁にヘッドスライディングをします。これはまあギリギリの時にしてくれるんで内野安打成功率が上がるんじゃないでしょうか。そして最も重要なのがロケットスタートですね。内野安打の上位版ですね。一塁に到達するまでのスピードがより速くなります。でここまで4つ紹介したんですが、最後の1つは金徳ではなくバント職人の本、これにしようかなと思います。これがあるかないかで非常に変わってきますんで、しっかりバントの指示を出してバントで内野安打を狙っていくという感じですね。これも非常に重要な特殊能力です。でこの金徳を使った栄冠ないんですが、過去にオールSのチームとオール G のチームでプレイしているので、そちらの方もご覧ください。それでは金徳をつけていきます。電光石火、高速ベースラン、気迫ヘッド、ロケットスタート、バント職人、内野安打に特化したこの5つの特能を全て全員につけていきました。あとは走力を上げるだけですね。走力を S まで一気に持っていきます。そしていろんなメーカーから走力スパイクをいただいております。ありがとうございます。使わせていただきます。インターバル走やっていきますか。 100m を10秒00以内で走っていきます。切れなかったやつは10本追加、どんどん増えていきますから、一本一本全力で走ってほしいですね。気迫ヘッドがどのぐらい内野安打に効果あるのかわかんないですけど、まあ、ウサインボルトとかも世界記録を出した時はヘッドスライディングしてましたから、まあ、多少タイムは上がるんじゃないでしょうか。ハードルの練習やっていきますか。まあ、自分は高校時代3000メートル障害で全国インターハイ出たんですけど、その私が直々にハードルの基礎を教えていくと、まあ、3000メートル障害とこの普通のハードルは全然違うんですけどね。ちょっとね、3000メートル障害の方のハードルを練習させて持久力をつけさせていきましょう。で走塁の練習がなくなっちゃったんで、こうなった場合はちょっとスケジュール変更しようかなと。 S になるまではもう走塁の練習しかやらせないんで、走力が S にもなっていない半端者が野球できると思うな。あの甲子園の前に全国野球部短距離大会あるんで、そこの9人リレーで優勝したいですね。じゃあアイドルで練習効率も上がってるんで、ベースランニングいきますか。ベースランニングですが、全員1周11秒切ってきますから。光の速さですね。それでは練習指示していこうと思います。とりあえずスタメン選手は全員左打ちにしていこうと思います。まあ打席変更はそんな経験値いらないんで、すぐ帰れますね。右打ちがなんか多かったんで、
よかったですね。スカウトさん、うちにはいい選手が揃ってるんですが、その中でもこの注目選手、ゾマリ・ルルーですね。セーフティマイスパーダ、エスパーダ最速の異名を持ってます。今日もソニードで分身しまくってますね。自分を推薦しようと言わんばかりに、このスカウトの周りを高速移動でぐるぐる回ってます。なんかみんな走力クソ上がってるわ。タイソン・ゲイの走力が7上がった。サニー・ブラウンの走力6上がった。キリュウさんの走力8上がった。これなんですよね、今伸び盛りですから。ゾマリ・ルルーは冷静に何事にも動じずにプレイしている。今のゾマリ・ルルーは天を覆う奥の刃を見ても全く動じません。アモールで全て支配します。それでは夏の大会やっていこうと思います。1年目ですね。まあ1年目なんでそんなに勝てないかもしれませんが、行けるところまで行きたいですね。注目選手はタイソン・ゲイ。先発は2年生のゾマリ・ルル。150キロコントロール F、 スタミナ E、 まあど根性あるんでスタミナはまあそう簡単には切れないと。1番キリュウさん、走力は F32。 2番タイソン・ゲイ、走力いいですね、40。3番サニー・ブラウン・アブデル・ハキーム、走力は45。4番ウサイン・ボルト、走力は45。5番小早川セナ、絶好調ですね、走力は40。6番ベン・ジョンソン、走力 F33。 7番ケンブリッジ・アスカ、走力 E。 8番カシワクラ、走力 E 46。これでいきます。ランク E ぐらいだったら勝てると思うんですけど、 C ぐらいあるときついかもしれないですね。うん、1点取られました。相手はランク E ですね。勝ちて走れ。いや、いいじゃ無理か。でも今クソ早かったぞ。いや、守備がダメなんだよな、このチーム。才能開花。ノーアウトランナー1塁。ちょ、バントでいこう。いや、これはいった。悩んだ。いや、無理か。意外と守備いいですね。ゾマリ、エスパーダ最強。ボールはアモールで支配しました。ナイス、タイソン・ゲイのヒット。3本目のヒットですね。サニー・ブラウン・アブデル・ハキーム。セーフティーバントはないんだな。うまい、これはヒット。よしよしよし。これをね、やりたいんですよ。バントヒットの成功率をもっと上げたいですね。うまい、これもヒット。はい、アブデル。気迫ヘッド結構いいですね。スクイズか。ダメか。オッケー。まあまあまあ、意外とバントしまくればいけるかもしれない。いける、弾いている。え、アウトかい。まあしょうがないですね、4対2。まあ初戦はこんなもんでしょう。バントでの内野安打も2個ぐらい出たんで、まあそこそこ納得の結果です。まだ走力 S になってないですから。全員の走力が S になってからが本番ですからね。次期キャプテンはゾマリ・ルル。それでは合宿やっていきますか。陸上に特化したランニング。高校の時約20日ぐらい合宿やってたんですけど、まあ、やっぱ合宿するとかなり練習効率がね、普通の学校終わってから練習するより一日中ね、この陸上に対して打ち込めるんで、能力がかなり上がったような気がしたんですけど、短距離もそんな爆発的に上がったりするのかな。まあ、合宿の効果は人それぞれですが、まあ、何かしら効果があるでしょう。ベンチプレス。短距離結構ベンチプレスとかも重要だと思うんで、こういうのもやっていくと。自分は長距離だったんであんまり腕立てぐらいしかしなかったんですけど。ベンチプレス。筋力が重要。じゃあケンブリッジアスカさん、特訓していきますか。サニーブラウンとキリュウさんに勝てるように特訓します。威圧感、やっぱレース前に威圧感を出すことによって他の選手を圧倒すると、 100m で相手のスタートを1秒遅らせていくことができます。もうこれでほぼ勝ち確になりますね。小早川セナの動きが今日は軽快だ。お、いいイベント来ましたね。本日は走塁を指導していこうと思います。走塁特化の練習、経験値上がっただけか。陸上部はちょっと、陸上部じゃない、野球部は足が速すぎるんで、体育祭リレー系の種目できんですね。自分も高校の時マラソン大会は免除されてましたから、それと似たような感じですね。お、いや、サニーブラウン出とるやんけ。俊足を誇るサニーブラウン先輩は競争種目で大活躍。ここでね、ちょっと日本記録出したんですよね。9秒20。
それでは総力特化高校3年目やっていこうと思います。最後の1年ですね。今年はしっかり大阪で甲子園行きたいですね。最後の夏の大会やっていこうと思います。この夏の大会でこの総力特化チームの実力をお見せしていこうと思います。まあ、これまでまだ甲子園には1回も出てないですね。先発はゾマリ・ルル、147キロ、スタミナ F、まあ、そこそこ抑えれるんじゃないでしょうか。1番ケンブリッジ・アスカ、総力です。まあ、全員総力は100ですね。ケンブリッジ・アスカ3割2分5厘、タイソン・ゲイ3割5分0厘、サーリー・ブラウン2割6分8厘、ウサイン・ボルト3割4分3厘、小早川セナ、ベン・ジョンソン、桐生吉で、川島倉、一般人。さあ、バント祭りをお見せしましょう。お、初回に1点取ってますね。対戦相手は総合戦力 B。まあ、1点取ってますからね。盗塁しよう。ランナーが2塁に行けば、バントをした時に、3塁側にバントをした時に、サードがチャージしてこなくなるんで、ほぼ確実にヒットになるんですね。なので、ここは盗塁を決めていきたい。OK。まあ、電光石火持ってますから。で、これバント。2点目取りました。盗塁。はい、分かっていても走るんですね。そして、ウサインボルト、バント。はい、ヒット。もうヒットです。あざした。もう当たりで大体分かるんですよね。あれもヒット。盗塁祭りが始まっております。で、三盗はせずに、セーフティー。これヒットですね。よし、危ね。ランク B 相手にも通じる戦法となっています。はい、来た。魔物。魔物は2人ぐらいいるんで、楽勝。いや、強いぞ、このチーム。バント。よし。4点目。このチームが一番、魔物と相性いいですからね。魔物1回使ったら止まりません。盗塁成功率も100%。ランク B 相手に7対0。で、ピッチャーも地味に0点で抑えてるんで、やりますね、あいつ。初戦突破。2回戦やっていこうと思います。これ全員ソウル完走してるんで、全員あれですね。100メートル9秒切ってますね。全員100メートルを8秒台で走ることができます。さあ、1回戦同様に勝っていきましょう。まあ、ランク B に勝ってますから、余裕できそうですけどね。ワンアウト1、3塁。とりあえず盗塁。息をするように盗塁。で、スクイズ。こう相手ランク D ぐらいですかね。あ、やべ。やばいやばい。ランク D か。いや、ランク D 勝てるよ。はい、勝ち。ツーアウトランナー2塁。ランナー2塁なんで、これ、バント、決まりますね。はい、ナイス。楽勝。間に合うか。いやー、惜しい。点取られまくっとる。これやべ。これはちょっとね、巻きそうっすね、普通に。バント。OK! ヒット。魔物さえ引ければ余裕ですね。来た、魔物。でも、一応置いときたい気もするんですけどね。使おう。まあ大丈夫でしょう。ここでも2点取っといて、追いついていきましょう。やっぱ言ってピッチャーそんな強くないんでね。前の試合は、まぐれで抑えましたけど。スクイズ。うまい！これはどう？よっしゃ。やっぱ走るのが速すぎて相手も焦るんですよね。手を滑らしましたね。打率が4割に行きそうですね。ウサインボルト。え？何してんの？いや、セーフ。ヒット。こういう戦法もあるんですよね。はい、オッケー。まあ、魔物がなくても、一応、ギリ勝てそうでしたね。はい、ナイス。勝ちました、15対6。ヒットが15本出てますね。内野安打は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。15本中13個が内野安打ですね。圧倒的内野安打力。素晴らしい。ウサインボルト、4打数4安打。これは無限ヒットですね。全員打率4割超えを目指しましょう。3回戦やっていきます。出たこの戦法。2塁デコイ戦法ですね。このチームしかできないゲートです。勝ちました。10対3。コールドですね。ヒット13本のうち内野安打は
11本ですね。素晴らしい。それでは準々決勝やっていきます。最終回2点差ですね。まずは先頭バッター出てほしいが、ワンアウト。やっぱサードにチャージされるときついですかね。ダメか。桐生さん、うまい。これはヒット。 OK。 でこれで盗塁して次もヒットにできますから。川島倉の魂のバント、うまい。くそ、次ピッチャーなんだよな。代打なんかいないか。白木打たせるか。打って、お、ナイス白木。よしよし、これで1番に帰ってくるんで、またバントのチャンスが。ただこいつ、お、魔物、神のタイミングで魔物がポロリポロリ。よしよしよし、走れ。はい、追いついた。なんでこいつらこれで走らんの。走れ早く。お前らの足だったらいけるやろ。でランナー二塁にいるんで、もう余裕でバントですね。よし、勝ちました。3対4。危なかったですね。激戦区大阪をバントだけで抜けれるぞ。ヒットは14本、内野安打は8本ですね。それでは準決勝やっていきます。ここまでついに来ましたか。勝ちました、3対0。決勝戦やっていきます。ランクはまだ来ないんで来てほしいですね。強敵と戦いたいですね。初手内野安打、これランク A ではなさそうですけどね。あ、ランク A か。よっしゃ、ランク A でもしっかりバウントは決まると。最終回やっていきましょう。ここで点取らないと延長戦ですね。さあ、小早川瀬名も魔物ありません。よし、このフライ気味のやつは結構ねヒット率高いんですよね。さあ、ノーアウトランナー一塁、これ勝ちましたね。盗塁します。まず盗塁刺された時もないんで、盗塁はもう絶対やって、でサード側に OK、 これですね。いや、これちょっとアウトか、惜しい。ただこれスクイズで勝ちですが、一球見よう。スクイズ、よし OK、 勝ちました。甲子園出れましたね。甲子園優勝あるか。ヒットは12本出てます。甲子園にやってきました。甲子園でどこまで勝てるか楽しみですね。野球は打てなくても勝てるというところ教えていく。バントの練習も毎日2万球やってますから、打てなくてもバントさえ練習しとけば勝てるんですよ。勝ちました、7対6。あぶね。それでは2回戦やっていきます。1対0、負けてます。対戦とはランク C。 挨拶割りの内野安打、3塁までいけるぞ。3塁いけ、よし。これなんですよね、貪欲に次の塁を狙っていく。2対1。3投もできるかな。3投してもスクイズの方がいいんじゃない。3投しよう。おい、しっかり。うわ、3投しない方がよかった。やるかした、落ちろ。 OK、 ノーアウトランナー一塁、これいいですね。これも点入りますね。盗塁送りにしとこう。追いついていきました。2対2、勝ちました。5対4。それでは3回戦やっていきます。さあ、対戦相手はランク C。 ノーアウトランナー二塁、もう勝ちですね。3投しっかり決めて、スクイズ、わー、やっちまったか。セーフティーバント感覚でスクイズをしてしまった。勝ちました、10対5。ヒットは18本出てます。乱打戦でしたね。内野安打は13本ですね。とてつもない数の内野安打が出てます。なんか普通にめっちゃ勝ってるんですけど、これここまで勝てるとは思ってなかったですね。甲子園もね、普通に行けないと思ってたんですけど、
甲子園も3回勝ってます。ランク A にも勝ってます。準々決勝やってきます。対戦相手は出たランク A、 2回目の対戦ですね。ナイス、タイソンゲイ、タイソン、おい避けろ、そんぐらい。デビルバットゴースト避けろよ。初回の1点でこれ勝てるか、マジか。逆転ツーラン、8回裏に逆転、いや守ってた完璧、ハイカッチ、もう守ってきちゃったら勝ちですよ。久々に出ましたね、セカンドデコイ。勝ちました、10対3、準決勝やってきます。あと2回ですね。相手はランク B、 勝ちました、2対0、無失点に抑えましたね。普通に決勝まで来ましたね。ちなみにオールレスの時はバックアップ毎試合使ったんですけど、前回のオール G と今回の総力特化編は一切バックアップは使ってません。金徳をつける時に使ったのが最後ですね。試合に負けてリセットというのはしていません。どこまで勝てるかというのはね、調べようと思ったんですけど、普通に決勝まで来ました。ここまで来たらもう勝ちたいですね。今日勝ったら全国制覇です。甲子園優勝は通過点ですから、リレーで優勝するのがうちの目標ですから。最後の最高の戦い、相手はうわ強い、最終戦にふさわしいですね。落ちる、落ちない、うちの走塁の力を全国に示していく。1・2塁の時もサードがチャージしてこないんでヒット率が高いですね。スクイーズ怖いな、セーフティー、いけ、うわー惜しい、しかし送球ミスにより1点。最終回ここまで来て負けたくないですね。気合で走れ、全速一球一振りに甲子園が注目します。しかしこのチームはバットを振りません。あーつあとゾマリルルーかい、あー見逃し三振、決勝まで来て負けたか。非常に惜しかったですね。次期キャプテンはゾマリルルー。卒業式、卒業生一同、タイソンゲイ、23試合3割4分5厘18盗塁。サニブラウン、3割6厘、17盗塁。キリュウさん、2割8分6厘、11盗塁。ケンブリッジアスカ、3割9分9厘、12盗塁。小林川瀬奈、3割3分3厘、16盗塁。ウサイン・ボルト、打率4割7厘、15盗塁。ゾマリ・ルルー、防御率 3.86。ゾマリ・ルルー、防御率 1.96。ベン・ジョンソン、2割8分6厘、盗塁9。プロ入りしたのはこの4名ですね。タイソンゲイ、ソウルクマックス、補給もマックス。走塁をマックスになって上げるところがなくなったんで、みんな補給上げてますね。星は326。キリュウヨシデ、星は289。電光石火、高速ベースラン。走塁と補給以外、G ですね。ケンブリッジアスカ、S。まあ、こんな感じですね。足が速いというのはかなり武器ですね。というわけで今回、総理に特化した選手でやっていったわけなんですが、まあ、甲子園準優勝という結果になってきました。というわけで今回この辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。